というわけで本日のお夜食は野菜とウインナーのコンソメポトフでございます。もうポトフってさ、名前の言葉の響きだけでなんか温まってくるよね。ポトフ、よいしょ。パカーッと、いろんなお野菜とショートパスタ、そしてソーセージが入っております。結構器の中に具がぎっしりっていう感じですよね。ほらほら、もうゴロゴロ。あ、ブロッコリーさんもいたんですね。いただいていきましょう。あ、美味しそう。あ、ついてきちゃった。いただきます。あの、優しい味に仕上がってますね。絶妙なラインでしょっぱみを抑えてる感じがします。せっかく野菜を食べるんだからヘルシーにいきたいっていう気持ちに対しても優しく仕上がってる感じがします。美味しい。お野菜が基本的にとろけていきますね。